絶ってやつの能力が連合のみんなを不安にさせてんだ。体力の消耗よりも精神の方が応える場合もある。本部の作戦があるの？なんだ、心配させないでよ。混戦の最中に変化の連中が紛れ込んだ場合、たとえ俺たちであろうとちょっとでも動くものは敵だ。頼りっぱなしですみませんが、そういうことでよろしくっす。肉弾戦車！死に！ガツーガ！ねえ、進歩のねえ。現実にかかっちまった仲間を助けることはできねえ。貴様なぜ？ああ、こんな手で。だが、ああ、赤丸、あん時はすまなかったな。過去の亡霊のあんたたちに花から勝ち目なんてねえんだよ。敵を倒したと思ったら何かの術が発動したようだ。これ以上どうしてやることも。だったら今すぐその敵を見つけ出して。らしくないな。まずはヒナタ、お前の目が必要だ。どういうこと？弱いけどチャクラは感じる。いや、今度こそお前たちだけで行かせはしない。そんな、チャクラが流れていない。二人は私が何とかする。何を？私のチャクラを流し込んで。おい、まさか俺たち死んじまったのか？結界の外は何も見えない。早いとこ元の戦場に戻ってやんねえとな。そろそろ行くか？だら！ちぇ、なんだか嫌な予感がするぜ。大丈夫だよ、シカマル。何か引っかかってるんでしょ？肉弾ハリッセンシャー！アスケ2章、ロンショー、アッショー、今だ！ありがとう、シカマル。助かったよ。みんな、聞いてくれ。さっきも言ったが、あいつらは死人だ。もういいだろう。さっさと始めるぞ。なら聞いておきてんだが、それでもまた俺の指揮でいいのか？怪我をしたのも己の力が足りなかっただけだ。今回は多少なりとも敵の情報もある。泣き言なんざ、あの時捨ててきたつもりだったのによ。ナルト、もう少し待っててくれ。
きっと本部が対処法を考えてくれてるはずだ。まだだ、俺は諦めるわけにはいかない。なぜならシノ君。シカマル、あいつは僕に任せて。超倍化の術。長次、奴に捕まった時のことを思い出せ。この雲野郎は俺にしかやれない。なるほど、音ね。クソが。さてと、お前らはどう料理するかな。しまった。頑張ってるじゃねえか、無駄な努力をよ。多少は粘ってくんねえと復讐のしがいがねえけどな。せっかくだからな、この結界の秘密を一つ教えてやる。お前たちにこのゲームをクリアする手段はないぜよ。ちげえ、嫌な予感が的中したぜ。シノ君。俺は諦めないぞ、日向。そこへたどり着く前に希望の火が途絶えてしまう。諦めない。俺にできることがあるんだ、言ってくれ。ナルト、聞こえるか。親のあんたが見捨てんのかよ。シカクは全力で任務に当たれと言ったんだ。任務了解だってばよ。どうすることもできんぜよ。説明、脱出不可能。しかまる、わざわざ敵を煽ることもうまい。それが何だって復讐なんてくだらねえことするんだ。俺たちはこの戦争とは関係ないぜよ。あなたたちには今以上の力を与えてあげる。その究極こそが。やるなら今しかないわよ。カブト、彼らをサンプルに加えなさい。いつか私に復讐してやろうと思ったはず。手に入れた力を存分に楽しむといいわ。いわばオロチマル様お墨付きの復讐者ぜよ。今の話が本当なら、本気モードはこれからってことかよ。まだ早いだろうが。俺はもともとシューティングより格ゲーの方が得意だよ。やったか。こっちの番だぜ。細胞融合と乖離が超速でできるぜ。ここに来る前に俺たちが話してたことを覚えてるか。あれはナルトの力を借りるってことなんだ。しかまる。それにかけてみたのさ。ナルトがそいつに気づいてくれると信じて。うん。あんたらはそれに負けたんだ。よし、つながった。はい。その前にこいつにだけでも復讐してやろうぜ。
早いとこ終わらせねえと。